で、またこの続きやってみたいんですけども、音がちゃんと取れていいかどうかなんですが、取れてますね。で、やってみたいと思います。これは、今使っている採用のザクティ DMX-CG11 という機種を分けるところですね。取ったのはオリンパスの、ウルトラズーム 755C だったかな、 C755 ウルトラズームというやつで取りました。結構まあ写真は撮りましたね。で、これはテレビにつなぐ時の機器ですね。ほとんどまあ使ったことはないんですが、これはバッテリーですね。ここにあのケーブルを挿して、この中に、電池をバッテリーを入れて充電します。ケーブルをつないでなんですが、これはさっきの上のバッテリーに挿すケーブルですね。バッテリー機に挿すケーブルですね。これがバッテリーです。思ったより小さいです。で、容量も随分少ないです。長時間やるんだったら2つは必要かなと思います。左の方は充電池で、スクロール早くなってしまいましたが、右がキャップです。これは、ザクティの DMX だと思うんですが、ちょっと DMX-CG11 という機種だっていうと思うんですが、そうですね、ディスクトップと DMX-CG11 という機種なんですが、ここに映っているのが全て、この動画全てそうなんですけども、下に持っていきたいと思いますが、これは、バッテリーの大きさですね。だいたい縦は 3.5 センチ、3センチぐらいですね。3.5 まではいかない、3センチぐらいです。非常に思ったより小さいです。この写真で見ると大きく思うかもしれませんが。で、横は4センチぐらいですね。縦が3センチ、横は4センチの大きさです。これ、比較のために1円玉をそばに置いとけばよかったなと思いました。まあ、今更、思ってもまた取ればいいんですが、今手元にこの電池もあるので、また時間があったら写真を撮っ、まあ撮らないかな。センチで出てるので、まあそれで十分わかるのではないかなと思いますが、これが充電器です。ここにケーブルを挿して、ここら辺かこっち側かどっちかにケーブルを挿して、で、この充電器の中にバッテリーを挿すところがあるので、そこに挿して充電するような感じですね。そうですね、デジタルビデオカメラというのは本体にバッテリー、リチウム電池をつけた状態で充電するのかなと思ったんですが、これは違いました。ザクティの DMX-CG11 は違いました。変わんな感じですね。で、大きさですね。縦はだいたい11センチぐらいですね。横はこれぐらいの大きさになっています。この中に、そのさっき充電器の中にこのリチウムイオン電池を挿します。このような感じで、で、この上か下かに、ケーブルを挿して、それを電源にコンセントに入れて充電するという感じですね。
そうですね。この左側は今もこの環境は変わってないんですけども、左側が三菱の、三菱製の CRT モニターです。型番が RDF173H というやつです。モニターの大きさは17インチで、この右のこのモニターは、BenQ、BENQ 製の G2420HD というやつで24インチです。非常に大きいです。ただまあ実際使っていると、明るさの設定が、そう、昼間とで部屋に電気をつけた時でいちいち調整しなければいけないのがめんどくさいかなと思います。CRT モニターの方はそんなことはないんですが、そういうのがなんかめんどくさいというか煩わしいなという感じがしています。ただ応答速度はまあいいです。残像が残らないので。という感じですかね。これは持っている外部付けハードディスクですね。共に買った値段は大体2万円くらいしましたね。で、こっち側が 250GB のハードディスクで、右側の方が 1.5TB のハードディスクですね。同じ値段なんですが、容量は6倍ぐらい違ってますね。あ、6倍ですね。で、これはデルの写真なんですが、この機器を使うことによって、今ここを指しているのはデジタル端子があるんですが、 GFORCE5200、 GFORCE の GFORCE5200 ですね。これにこのデジタル端子のところにアナログ接続の変換のやつをつけています。で、つけたところに、ここにアナログ接続がまたデジタル端子にアナログ接続がつながるという感じなんです。で、この左側にあるのは、アナログ接続ですね。結構使ってますね、アメーバブログに画像なんですが。1000枚も上げたというと、相当手間なんだろうなと思いました。一気にやると大変な手間がかかるんですが、3年ぐらいでやったので、まあそれでも大変な数だなと思いました。そうですね、画像をもっとたくさんブログに使わなければいけないなと思っているんですが、そうですね、まあ、次はここから2010年の1月28日から始めたいと思います。一回ここで聞いたいと思います。